阪神の開幕投手が青柳に決定した。これで9球団確定。ここまでの2024年12球団開幕投手、阪神、青柳晃洋、広島、栗アレン、横浜、東克樹、巨人、戸郷翔征、ロッテ、小島和也、ソフトバンク、有原康平、楽天、早川隆久、西武、今井達也、日ハム、伊藤大海。各球団の開幕投手が揃ってきたな。開幕が楽しみやな。セリーグが4人、パリーグが5人、開幕投手決まったにゃな。青柳の開幕投手、頼もしいな。開幕結局村上じゃなくて青柳で行くんか。人的には才木でも面白そうと思ってたけど。開幕戦は青柳対戸郷になるんか。マジでどっち勝つかわからんな。今のところ打撃は巨人側がかなり安定してるけど。予想、ヤクルト側、中日柳かな。中日は柳か高橋やな。ドラゴンズは柳か小笠原かな。個人的には柳の方が安定してるし、神宮ってことを考えると一発病のある小笠原よりも良いかなと思うわ。小笠原はバンドの開幕投手に期待。とはいえ、柳もホームランの点だけで負けるイメージがあるから、なんとか勝ってほしい。中日の先発投手陣は、レベル高すぎて立浪監督も選ぶの大変だろうな。ドラファンやが、東と栗にはいつも徹底的にやられとるから、開幕どっちに勝敗が上がるのか気になる。ヤクルトは小川、中日は柳が濃厚かね。ヤクルトは小川一択なんじゃない？他におるか？ヤクルトは奥川が健康なら奥川で決まりなんだけど、小沢、金久保あたりが活躍してくれるといいな。俺はペーターか宮城だろう。開幕投手はペーターでも宮城でもなく山岡だったら熱い。オリックス開幕投手ソタニとかありそう。オリックス開幕戦前日まで発表しなさそう。オリックスは誰やろね。開幕戦見に行くが。3チーム、隠し玉を匂わせる。ルールとしては前日発表やから、楽しみに待ちたいと思うわ。全部で揃う日が楽しみや。